ひめかです。ゆなです。ピンク。ラテ。ティー。始まるよ。イエーイ。はい。今日の企画は、ひめゆな2人でオンラインお茶会です。イエーイ。ゆなはそちらに何を持っていますか？あ、お茶？うん。スムージーを今日は作りました。ゆなスムージー好きだよね。そう、最近ね、スムージー作りにね、ハマってるの。もうこっからでもいい匂いしてくる。ひめかちゃんは？ひめかは、いちごオレです。え、しかもなんか可愛い器がでしょ。これさ、見覚えあるでしょ、サンリオピューロランドの。そう、タピー、それなんて言うのさっき。そう、タピオカ合ってる。名前はちょっと覚えてない。ひめかもちょっと覚えてないけど、リンゴのやつだよね。そう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 、ゆなの記憶が鮮明のものも。うん、乾杯しよう。あ、そうだね。乾杯。おいしい。ゆなとオンラインでお茶会するの2回目なんだよね。うん、そう、2回目なの。この前はもうちょっと豪華だったよね。そう、なんだけど、あと1時間ぐらい話してた。そう、1時間近く話してたの。うん、めっちゃ楽しかったね。その時はそう、キウイとか果物とかもあったけど、そう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 、あったけど、今日はめちゃめちゃ控えめ。今日は控えめ。なんかね、ひめか前質問が来て、メンバーと電話ってしますかって聞かれたんだけど、するよね、結構。ね、うん、する。帰りの新幹線でさ、暇な時めっちゃしない？するする。特にひめかはゆなとするかな、新幹線では。そうだね。なんだっけ、結構さ、アリアちゃんとかゆらりちゃんが他の仕事で、ゆなが帰り一人の時とかさ。あ、そうそうそう、そう。で、ひめかちゃんは場所が違うからさ。そうそうそう、だから寂しいから電話してね。なんかホテルとかで暇な時はアリアによく電話する。あ、ね、で、この前は夜暇でユラリに電話かけてた。もういろんなところから。そう、もう本当に暇なの。自粛してるから。意外と電話するよね。うん、電話結構する。でもさ、新幹線ってどんどん離れていくじゃん、東京から、うん、ね、途中で切れる。たまに途切れ途切れになるっていう。そうそうそう、県外になってプツって切れる。そう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 。てかこの前普通に家にいたのにゆらりと電話してたら勝手に切れた。電波やっぱ夢か悪いのかな。どうなんだろうね。この前のインスタライブもそうだったけど。そう、めっちゃ電波悪かった。なんだよって感じ。ひめかたちは電話をよくしますっていう報告動画。報告動画です。報告動画っていうか答えです。違うけどね。え、オンラインお茶会2回目だけど多分癖になる。またした。5人でしょ。なんか友達とかでもさ、お菓子パーティーみたいな感じで広げながら電話で。いいね、めっちゃいい。5人でしたくない？ね、なんかやってみたいよね。ね、発想力すごいね。思いつかなかったけど。てか今やってみたいって今思った。あー、確かに。なんか5人ぐらいでもできるじゃん、ズーム。あの、そう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 、そういうアプリがいっぱいできてるから。ズームもだし、今ズームで撮ってるけど LINE 通話でもできるじゃん。ね、結構みんな LINE 通話。確かに、ビデオ通話にしてお菓子パーティーとかあったら絶対楽しい。確かに楽しい。お菓子パーティーいいね。ね、うん。さすがにタコパとかはできないけどさ。確かに煙たい。お菓子パーティーとかだったらいいよ ね、うん、ね。また今度それもしよう。ね、やってみたい。やってみよう、やってみよう。何の話しますか今日は。今日の話は何がいいですか。またピンクラテの裏話でもしますか、撮影の。しよう。前もその話してたよね。そうしたね、してたしてた。したらめっちゃ長くってっていう。ね、めっちゃ1時間くらい続いちゃったから、ね、じゃあ今日は早めに切ろう。じゃあまずひめかちゃんからお願いします。ひめかちゃんから。じゃあどの動画にしようかな。じゃあこの前ゆなに話した話なんだけど、みんなは聞いてないから。ひめかがくりももちゃんに失礼ドッキリした時に3人しかカメラに映ってなかった理由なんですけど、アリアは泣いちゃうってスタッフさんがもう絶対泣いちゃうから映さない方がいいって言ってアリアどかされてたの。え、でも結局泣かなかったんだよね。うん、それはどうかなって感じ。どうかなって感じなんで、そこは秘密だ。そこは秘密だ。でもアリアが言ったら怒りそう。だからオブラートに包む。私もこの前の話にしようかな。あの、なんだっけ、ドッキリしてたじゃん、この前。なんか姫香ちゃんだけ揃わないみたいな。あ、うんうん。そう、その時は姫香ちゃんが着替えてる時とかメイクしてる最中にわーってやって、え、これどうだと思う、タピオカ、え、こっちやっぱ、え、こどうだろうねとか言って最終的にこうなる。うん、相談がね。自分がタピオカになる。自分がタピオカ。確かに。あの動画めっちゃ楽しかった。ドッキリかけられてるのも楽しかった。ね、うん。
すごい盛り上がりすぎてさ、うん、めっちゃカメラを私は飛び出してしまった飛び出してしまった忘れちゃうよ必死だった揃っちゃったからまさかのそうまさかドラえもんが揃うと思わなかったねびっくりなんかそう想像してたのは姫香ちゃんはポケットとかやるかなって思ってた、うんうんうん、あーやりそう姫香もポケットやりそうだなやるかなと思ったらまさかの揃うっていうねびっくり、ね、まさかのドラえもんってねまた長くなりそうだからもうそろそろ切るそうだねそうだねじゃあしこっちに長くなりそうもしこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録通知オンよろしくお願いしますよろしくお願いしますバイバーイバイバーイやってみてねやってみてね